一輪車一輪車の集団演技一輪車を使った大道芸一輪車とは、主にスポーツや曲技に使われる、地面に接する車輪を一つしか持たない自転車の一種。通常は動力なしで、人間自身がバランスをとって乗車するものを言う。電動及び機械式制御によるものについては、自立安定一輪車を参照。19世紀後期にペニーファージングをもとに、 考案されたとされる。曲技用として用いられることが多く、日本にも曲技用として紹介された。1978年には、日本一輪車クラブが設立され、普及活動を行った。一輪車には、標準一輪車と、原型一輪車がある。なお、モノホイールは、一輪の大きなホイールの中に運転者が、乗り込むタイプの乗り物である。多くは、 原動機付きでフィクション作品にしばしば登場する。一般にはハンドルもブレーキもなくクランク軸が車輪に直結しているためペダルだけで速度調整を行いながら前進または後退する。操打機構がないため乗り手が体を傾けて進行方向を変える。一輪車の大きさは車輪のインチ数で表記され主に20インチが使われている。 主に、オフロード用に、ブレーキのついたものがある。サーカスや大道芸には、チェーンで駆動する、背の高いものが多く使われる。また、車輪をいくつも縦に連ねたものもある。その他、ギアがついたもの、クランクが同じ向きなもの、フレームがないものなど。英語のユニサイクルから略称は、ユニ、一輪車に乗ることは、ユニサイクリング。 一輪車に乗る人間はユニサイクリストと呼ばれる。カナダなどでは一輪車はあくまでも物語の中やピエロ、極芸種の乗り物と認識されており、一輪車はサーカスなどで見られるものの日常生活で目にする機会はないと言われる。学習指導要領解説学習指導要領の趣旨や内容を解説する学習指導要領解説では、 小学校第3学年及び第4学年の内容で用具に乗るなどの動きで構成される運動の例示として補助を受けながら畜馬や一輪車に乗ることが挙げられている。日本工業企画日本工業企画では特殊自転車として扱っている。道路交通法日本では道路交通法によって交通の頻繁な道路での一輪車の使用が禁止されている。 頻繁の基準に関しては明確な基準はないが、およそ他の歩行者や車両などとの交通の危険が生じうる程度の交通量がある場所と解される。電動一輪車では、ブレーキや速度計といった保安部品をつけないと行動を走行できないため、違反して書類送検されたり、電動一輪車が他の車両や歩行者と交通事故を起こしたりする事例も発生している。 電動機や内燃機関付きの一輪車についての詳細は自立安定一輪車を参照。佐野裕二自転車の文化史市民権のない5500万台分一総合出版、1985年、ISBN 48億2991万107757ページ ABCD、2004、協議企書。国際一輪車連盟。 2020年1月12日閲覧。広報課はまた2012年3月号。福島県川又町。2020年1月12日閲覧。小学校学習指導要領解説体育編。文部科学省。2020年1月12日閲覧。j ス s d 9 1 0 1 2012にて、曲技スポーツ。 遊戯に使用する一輪の自転車と定義されている。道路交通法第76条第4項第3号、交通の頻繁な道路において、休技をし、ローラースケートをし、またはこれらに類する行為をすること。センサー、危ない。行動に、電動一輪車、原則は走行禁止トラブル相次ぐ、日本経済新聞長官2018年4月2日。 ありがとうございます。